一気に寒くなったね。寒いのは好きじゃないけど、いろんなおしゃれができるからなんやかんや冬が好きな橋田です。寒いから体調気をつけてね。今日は梅田の北新地駅から歩いて5分のル・シュクレクールという人気パン屋さんに来た。しっかりアルコールしてトングじゃなくて手で取るスタイルいいね。橋田こういうの好き。たくさんのパンが並んでいて、一つ一つの説明がしっかりされてて、橋田はすごく悩んだ。そして橋田はハートのパンと BBQ ハラペーニョのパンを選んだ。このクロワッサンも食べたかった。帽子みたいなパンもあったよ。窓から見える外の景色を見て、早く食べたいとウキウキする橋田。飲み物はアイスティーを選んだ。小さいシュークリームも気になった。そしてここでお食事した。すごくない？大自然だよ。ハートのパンはもっちもちにグランベリーが入った甘さがあって美味しかった。ハートも作ってみたよ。そして僕はこの BBQ ハラペーニョにびっくりした。橋田は BBQ や照り焼きが大好きなんだけど、ここのパンは今までと違った。何が違ったっていうと、ちゃんと BBQ のがっつり感があるのに、ハラペーニョの辛みがふわっと入ってとても上品だった。アイスティーもすっきりしてて飲みやすかった。こんな綺麗な自然に囲まれて美味しいパンを食べれたらめっちゃいい一日がスタートできそう。昨日少し嫌なことがあってへこんでたけど、また頑張るぞってなった。朝はお腹いっぱいまで食べると動けなくなるからこれぐらいにしたの。ごちそうさま。よかったらみんなのおすすめのお店とかあれば教えてほしいな。橋田いつもリサーチしてるけど、どこがいいのかすごく悩んでて。最後まで見てくれてありがとうございます。またよかったら遊びに来てね。